電子電話株式会社との地域共同事業に関する包括連携協定の締結式を行います。本日の締結式は宇野浦博雄日本電子電話株式会社代表取締役社長と高島総一郎福岡市長との間で執り行います。この包括連携協定についてですが、市と企業双方がお互いの資源や魅力を生かし事業に協働して取り組み、地域の一層の活性化や市民サービスの向上、地域における課題の解決などにつなげていくものでございます。それでは包括連携協定の締結を行いたいと思います。署名が完了し、包括連携協定が成立いたしました。ここで写真撮影の時間を取りたいと思います。それでは、協定書を記者の皆さんが共同会見を行います。まず、高島福岡市長から申し上げます。はい、今日は NTT、絶対のグループとしてですね、地域とは初めて包括連携協定を、結ばせていただくということで、大変、光栄に思いますし、非常にワクワクしております。NTT といえばもう本当に、情報、データ通信、こうした分野においては、本当に実績のある企業様でございますけれども、その、ナショナルグループとしてですね、今回、自治体として包括連携協定を結ぶことになりました。福岡市としてはこれまでもやはりテストマーケティングとしても非常に、適切な場所であるというご評価はこれまでさまざまな企業の皆様からもいただいていたわけですけれども、特にこれから ICT、
こうしたものに関してはですね、本当に、次のネクストステージに福岡が行くにあたって非常に大事なキーワードになってくると思っています。やはり自治体としてはこれから少子高齢化、納税者数が減って、そして高齢者が増えてくる、全体の人口は減ってくる、こういう中においてもサービスの質を落とさずにですね、かついかに持続可能な、これからも安心して住み続けられる地域を作っていくのか、こういう上でも ICT の活用というのはとても大事になってきますし、またもちろん今福岡市はご承知の通り非常に攻めています。観光面においてもすでに、J ガイデストというものを使ってですね、一緒になって、チャレンジをすでに始めているところでございますし、また、そもそも福岡市として今、全国ので最もフリー Wi-Fi のエリアというのは広いエリアを持っているわけですが、これも NTT グループの皆様と一緒になってですね、チャレンジをしてきた、そうしたこれまでの、連携の実績というものもあります。でこれからはさらにそれぞれが持つ強みを生かしてですね、これから地方創生の時代にあって日本の先進事例、そして成功事例を一緒になって作っていこうと、これが地方のこれからの希望の星となり、また日本の産業競争力のですね、協会にとっても非常に、前向きなメッセージをこの福岡から発信できるのではないかというふうに思っています。具体的には福岡市としてはフィールドをご提供するわけです。そしてさまざまなそうした先進事例、また ICT を活用した、チャレンジのに関してお手伝いをさせていただくということになります。そして NTT 様の方としては最先端の ICT の技術、またソフト、こうしたものを、福岡市というフィールドの中で先進的なチャレンジを行って、そして成功モデルを作っていくと、こういったことで、両者の強みを生かしてですね、これからの日本に必要なやっぱりイノベーティブないろんなサービスや、製品、ビジネス化にこうつなげていけるようなですね、そうしたチャレンジをこの福岡の場でぜひ生み出していきたいというふうに思っております。私から以上です。続きまして宇野浦日本電子電話株式会社代表 取締役社長からご挨拶を伺います。高島市長ありがとうございました。実は私どもは2020年の、オリンピック・パラリンピック、今年1月にゴールドパートナーが発表いたしましたが、2020年と実は地方創生は連続したもしくは一体的に、行うべき、テーマと考えて、グループ全体でプロジェクトを発足させているところであります。この2020年地方創生のプロジェクトをグループとしてもファンディングするということで、つい先だって、LLP も全体の協力の中で、発足させました。その下での、第一号であります、また初めてであります、こういった地域との、連携協定が、今日、発表されること、大変嬉しく思っているのであります。なぜ福岡かというのはもう市長のお話の中でもカバーされていると思いますが、私は地方創生のキーワードは、ある意味では連携という言葉を使っています。それは地域間連携でもありますし、産業間連携で、最近は産学官勤労とかで入っているらしいですけれども、こういった連携がうまくできるということが、成功のためのキーワードであろうかと思います。地域間連携というのは福岡市を中心として周辺だけでなくて、実は日本全国、またある意味ではグローバル、海外とも連携して、これが一つの地域間連携の、成功のキーワードというふうに思っています。また企業間連携、産業間連携、業種の連携、こういったことが非常に新しいサービスや新しいビジネスモデルを作り上げていくための非常にこれ重要なキーワードだと考えたところであります。もう皆さんご案内の通り、福岡市はベンチャーといいますか、創業絡みのトップというふうに指定を受けています。また先ほど申し上げた地域間連携という意味でも、大変交通のまたハブとして、国内外の当然
まあ、ハブとしてベースとしてなりうる、まあ、そういった地域特性もあります。また産官官が連携しやすいような環境も、十分に、すでに整っていると思います。私どもはそういった環境、市長の言葉を借りればフェーズの中で、思う存分チャレンジをしていきたいと考えています。またそれは実は我々が自らやるんではなく、先ほど申し上げた地域間連携のお手伝いをする、またベンチャー同士の連携のお手伝いをする、ベンチャーと日本内または海外のいくつかの企業との連携の橋渡しをする、まあ、そういった意味で、福岡市とともに、自らやるものもあれば、福岡市と私のグループがさまざまなプレイヤーの皆さんの触媒役になる、まあ、こういった役割も果たしてまいりたい、まあ、そうすることによって、福岡市が、先行的になおかつ成功事例としての、第一号となるようなそういった取り組みをしてまいりたいというふうに考えているのであります。以上になります。今日はどうもありがとうございました。